ございまして、ね、僕聞いたけど、私ね、平田男子出身だ。そうなんですよ、大阪の平田男子でございます。大阪なんです。平田さんご存知ですかね。平田さんご存知ですか。京阪電車が通ってるんです。京阪ね。ね、でね、牧野駅っていう駅があるんです。知らないですよね。特急とかそういうの止まらない、止まらないんですけど、普通とか人流しか止まらない駅があります、はいはい。でその裏にね、荘園ボールという、ボーリング場がある。駅の裏にボーリング場がある、はい。でその裏にね、はい、マンションがあるんですよね。マンション、そこが実家です。実家言うなよお前。あんま甲子園で実家言うなよお前。2号棟です。号棟まで言う、すごい言うていく実家を。2階です。ああもう全部言う、すごい言う実家を甲子園で。まあどうしようかな。何あかんで、どうしようかな。やめといたら、206です。全部住所言う、全部住所言いました。遊びに来て。皆さん来られたら押しかけられることになる。すごいとこで言っちゃった。すごいとこで言ってるな、住所。すごい人数の前で言っちゃった。阪神ファンの皆様にいらっしゃいますから、頑張っていきましょう。まあ、こうやって芸人やってますけど、はいはい、実はね、私、月崎の方は、はい、両親が教師なんです。先生をやられてるんですよね。父親も母が両方教師です。そうなんですよ。だからもう芸人やってなかったらね、教師なんて言っちゃうから。ああ、そういう道もあったかもしれないですね。学校の先生できると。できる、ほんまに。ちょっと今日やってみて。ここ、ああ、皆さんに見てもらおうとしたらね。ちょっとやらせてください。はいはい。熱血教師の方。じゃあ熱血教師で今から入ってきますからね。はい。おい。お。はい、授業始めるぞ。熱血感出てますね。おい、何何。おい、ただ。近本、廊下走るな。あ、近本。足早いの分かったから入りなさい。足速い近本。ね、メダル、メダルね。まあまあまあ、ええやメダルやったらええわ。おい佐藤、あすごい黒く塗ってるな目の下。全部選手言っていてない、さっきから。目の下黒く塗っていってない。え、生徒がみんな阪神の選手になってない。大丈夫かそれ。え、今日からね、お前たちの担任をすることになりました。岡田です。岡田、あれ木崎じゃなかったっけ。応援していこうぞ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 。応援していこう
対無理や。